スプリングフィールド M1855 は19世紀中頃の米国の全装式ライフル銃。マサチューセッツ州のスプリングフィールド造兵賞で製造された。初期のマスケット銃はほとんどがフリントロック式の格好銃であった。1840年代になってフリントロック式はより信頼性が高く悪天候に強いパーカッションロック式に置き換えられた。 格好重心と正確さに欠ける休憩弾もライフル重心と新たに発明されたミニ A 弾に置き換えられた。これにより有効射程はマスケット銃の50ヤードに対してライフル銃では数百ヤードまで伸長した。M1855 の有効射程は500ヤードであり最長射程は1000ヤードを超えた M1858。 58口径であり、それ以前のマスケットよりも小径になった。スプリングフィールド M1816 から M1842 に至る米国の一連のマスケット銃はすべて69口径であったが、アメリカ陸軍による試験の結果、ミニエ団を使用した場合には58口径の方がより命中精度が高かった。M1855 はまた、 メーナード式テープライカンを採用したが、これは従来の重要ライカンの改良を試みたものであった。発射ごとにライカンをセットするのではなく、メーナード式では激鉄を起こすと、自動的にテープが巻き取られ、そこに組み込まれたライカンがセットされた。子供用の巻き玉鉄砲と同じ原理である。ミニエ弾と装薬は、銃口から手動で装填する必要があったが、 テープライカンの使用により、ライカンのセット時間が省略できるために、その分射撃速度が向上すると期待された。テープライカンの使用により、M1855 は、撃鉄のもとに、特的なコブを持つこととなった。テープライカンが入手できなかった場合に備え、通常のライカンも使用できるようになっていた。しかしながら、戦場で使用においては、 テープライカンは信頼性に欠けることが判明した。1859年から1861年にかけて実施された試験においては、半分が不発であり、また、テープライカン用のバネにも問題がありテープの巻き取りがうまくいかないことも判明した。最大の問題はテープそのものにあった。防水と洗練されていたものの、紙テープは湿気に対して敏感であった。 この問題のためにテープを金属白とする試みもなされたが、結局軍事省はテープライカンを諦め、次のモデルであるスプリングフィールド M1861 では、通常の来館に戻した約6万丁の M1855 が製造された M1855 の製造は1860年まで続けられ、南北戦争前の不評の標準装備として採用された。 南北戦争勃発後には膨大な兵器の需要に応えるため、テープライ管を廃止し、またいくつかの改良を行うことによって、より安価にかつ製造しやすいモデルが設計された。これがおなじみの M1861 である。戦争勃発時には、M1855 が最良の小銃であり、M1861 の十分な供給が開始されるまでには、 時間がかかった。このため、戦争終了まで、M1855 は、北軍で使用されただけでなく、南部の軍需倉庫に数千丁の在庫があったため、南軍においても使用された。M1855 の最初の実戦は、1858年9月に、発生した、太平洋岸北西部でのフォーレークの戦いであった。北部のインディアン部隊は、 アメリカ軍部隊を人数的に上回っていた。しかし、インディアン部隊の武器は、マスケット銃であり、対して、M1855 で武装したアメリカ軍は、敵の射程外からの攻撃が可能で、インディアン部隊の攻撃を阻止できた。ローレンス・キップ中尉は、不思議なことに、我が方には一人の死傷者も出なかった。これは、我が軍が、今回初めて使用した。 勝者低ライフル銃のためである。もしも従来のマスケット銃しか装備していなかったら、戦闘の結果は我々の敗北に終わったであろう。敵は我々より多数であり、また我々がインディアンに対して抱く通りに勇敢であった。しかし、このような長距離からの射撃のために、彼らはパニックに襲われたと述べている。M1855 は、 以前のマスケット銃と同じ長さであったため、通常、M1855 ライフルマスケットと呼ばれる。重心長は40インチであり、全長は56インチであった。重心を重小に固定するために3本のバンドが使用された。単重心、2つバンドのモデルも製造され、M1855 ライフルと呼ばれた。このバージョンの重心長はインチで、 全長は49インチであった。M1855 ライフルマスケットは1858年に改良が施されたが、小正の単純化、大事リオコのパッチボックスの追加、重厚キャップの真鍮から鉄製への変更がその内容である。ありがとうございます。